皆様こんにちは。トヨタ自動車の前田です。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。2018年社長の豊田は自動車会社からモビリティカンパニーへモデルチェンジすると宣言しました。モビリティカンパニーへ変革するために2020年私たちが歩んできた道を振り返り、私たちが未来へ歩んでいく道しるべとしてトヨタフィロソフィーコーンを作りました。その中でトヨタが創業以来果たすべき使命を定義しました。人の暮らしと社会をより良くするために時代を先取りし研究と創造に励む、技術でつかみ取った未来の便利と幸福を手の届く形であらゆる人に還元する、これがトヨタの使命、幸せの量産であります。この使命を果たすために私たちはホームプラネットの視点に立ち、人類と地球の持続可能な共生実現のために何ができるだろうかと考えていく必要があると思います。そんな中で昨年から世界各国でカーボンニュートラルの動きが起こり、中国では2060年まで、日本、ヨーロッパでは2050年までにそれぞれカーボンニュートラルを目指すことの宣言が打ち出されてきました。カーボンニュートラルとは作る、運ぶ、使う、リサイクルして最後は廃棄する、すなわちライフサイクル全体の過程で発生する CO2 をゼロにしようということです。その実現のためには各国のエネルギー政策をもとにした産業政策、そしてそれらと歩調を合わせた民間の努力の双方が必要です。私たちトヨタもカーボンニュートラル達成に向けて全力でチャレンジし貢献いたします。私たちはこれまでも CO2 排出量削減に取り組んでまいりました。1993年には21世紀に地球に必要とされる車の姿を提案する G21 というプロジェクトを企画しました。その結果が1997年に投入した世界初の量産型ハイブリッド車プリウスでした。環境車は普及し CO2 削減に寄与することで初めて環境車としての意義があると考えます。そのために私たちは初代プリウス投入以降、一つの技術で終わらせることなく、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、EV、FCV というさまざまな選択肢を用意し、CO2 削減に貢献するという考えを実践しています。再生可能エネルギーが豊富な地域と、これから普及していく地域、それぞれの事情によってお客様のニーズは異なるでしょう。使いやすい、乗りたいと思うモビリティをお客様に選んでいただく。その結果、電動車が普及し、CO2 排出量が削減される。トヨタはそう考えるので、電動車をフルラインナップで揃えるべきと考えています。プリウスから始まった電動車のラインナップは、今やハイブリッド45車種、プラグインハイブリッド4車種、EV4 車種、FCV2 車種となっており、乗用車から商用車まで幅広く展開しています。電動車の販売実績は累計では1700万台を超えました。トヨタが販売する新車の CO2 排出量は10年前に比べおよそ 20% 低減しています。環境車はお客様に選んでいただき、普及してこそ環境車、今後も将来に向けて多くのお客様のニーズにお応えできるようラインナップを拡充してまいります。その一環として昨年 FCV である2代目未来のワールドプレミアを行いました。またそのシステムをパッケージ化し、2021年春以降、商用車や電車、船などの製品開発や製造事業者の方々にご活用いただくこととしています。そして本日は新しい EV を皆様に紹介いたします。 eTNGA EV 専用プラットフォームを開発し、お客様のニーズに応じ様々な
大きさ、スタイルの複数のバリエーションに対応します。このような多くの選択肢を準備することは我々だけでは困難です。私たちのものづくりへの思いに共感してくださり、それぞれ得意分野を持つパートナーの皆様と共同で開発を進めてきました。それぞれの強みを生かすことで新しい価値を持つ EV を作ることができるのです。再生可能エネルギーを促進するエネルギー政策と連携することで選択の幅が広がり、より一層 CO2 排出量削減に貢献すると思われます。さて、私たちはモビリティカンパニーとして全ての人に移動の自由と運転の楽しさを提供していきたいと考えています。さらに CO2 排出などのネガティブなインパクトをゼロにするだけでなく、その先も目指していきたい、こうした思いを込めて、今後私たちが展開する EV シリーズをトヨタ BZ と名付けました。 BZ とはビヨンドゼロを意味しております。その第1弾はスバルと開発をさせていただきました。車両電動化が世界で類を見ないスピードで進む中国を皮切りに発表させていただきます。トヨタ BZ4X コンセプトです。ご覧ください。いかがだったでしょうか。詳細は豊島 C から紹介してもらいましょう。豊島さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、豊島です。はじめにトヨタ BZ ブランドが提供する4つの価値観についてお話しします。トヨタ BZ ブランドでは人を中心の考え方に基づき商品を開発しています。地球環境問題の解決に向けたゼロエミッション車での貢献に加えて、移動やドライビングをより安全に楽しくスムーズにすることで、お客様にゼロを超えた新たな価値を創出します。この4つの価値観のうち、トヨタ BZ4X コンセプトでは特徴的な3つのポイントを説明します。1つ目は You and Others、 自分の大切な人をもてなし、一緒にくつろげる空間を通じて人と人の関わりを変える体験を生み出す空間を提供します。2つ目は You and Your Car、 EV 専用プラットフォームや先進装備コネクテッドにより安心安全と走りの楽しさを両立します。3つ目は You and the Environment、 再生エネルギーや太陽光エネルギーを活用し、エネルギー回収による環境への貢献を目指します。我々は2022年の年末までにはこのトヨタ BZ4X を市場に導入したいと考えています。トヨタ BZ4X コンセプトのコンセプトワードはアクティビティハブ、家族や友人たちと一緒に過ごすとき、コミュニケーションをするときの絆の役割を担ってくれる車です。パッケージではショートオーバーハング、ロングホイールベース化により特徴的なスタイルの実現と D セグメント並みの室内空間を確保しています。低いインパネや広い後席スペースにより開放的なインテリアを実現しています。コンソール周りのスイッチ類は機能ごとに集約することですっきりとした印象を与えます。さらにハンドル情報にメーターを配置することで視線の移動を少なくし、安心安全な運転を実現します。スバルと共同開発をした新 4WD システムを取り入れることで、電動車特有の気持ちの良い走りに加え、安全性、走破性といった新しい価値の提案をしていきます。世界初となる異形ハンドルによるステアバイワイヤーを採用しました。ハンドルとステアリングシステムを完全に切り離すことで、
ハンドル操作によるタイヤ切れ角を自由に変化させることができます。これによりハンドルの持ち替えが不要となり、安全でスムースなドライビングを実現します。なお、このステアリングシステムは中国を皮切りに世界展開を計画しています。それではトヨタ BZ4X コンセプトのデザインについてサイモンさんに語ってもらいたいと思います。サイモンさん、よろしくお願いします。